だから一つになるでなくて、そのところの空襲を使わないと随分大いに困ることがございます。私を初め日本に参りました時でございます。ある時に一人で散歩に出かけ、私は完全に見物に参りましたが、見せ物を見たり、内緒はまた歩道を見物して、どうもありとりはすると、だいぶお腹が空いて、何か食べてみたいという心も出ましたが、日本の連れもなく、どこ入っていいか一個わかりやん。そのうちに、ある家覗いてみますと、そばのせいろが積んであります。その前、うちもそば取り寄せて食べたこともある。そいつ口にも合いますと、ともかくもうそばでも食べていこうと、中入っていきますと、何か、祭りの日で大変の大入り、まるで上がって座るところもご覧やん。今と違ってその折は西洋人が非常に、皆さんが見せ場違った自分でご覧やん。顔を見て、今度は食うのか、ははおかしなもんだ、ははは、みんなに笑われる、その残念。いっそのことを上がらずに出ようかと思いましたが、天気の虫ではございませんが、そばの匂いを嗅いで、それを食べずにどうして帰りましょう。食べの恥はかけつけて、見た、上に上がる。時に、風だけ注文した方がよかろう。天ぷら3つにカムナンバー注文いたしましたが、さては待ってると、どうしても持ってこないね。朝から入ったお客、お蕎麦もらってそれを食べ、代を払って帰っていく。お得しどっこい。人も構わない。そばにも参らず。また、注文、あつらいものを持ってこないから、ああ、したくね、さあったね。西洋人だと思ってバカにするんだ。今の女は来たらば、ちょっと掴めて、殴ってやろう。花は、畳にすりつけてでもやろうかと思っていれば、いつまで経っても来ないから、手を叩いて呼びます。何かあの小屋でございます。小屋です。私のそばどうしました。私、たくさん腹切ります。他の人みんなそば食べる。私はそばない。たくさん困りますと、行ったところが向こうの方で、はい、あの、むっとあつらいでございまして、まだ後のお連れさんが見えませんと、言われて初めて気がついたが、ちょっとあつらえればよかったが、初めからあんまり数を注文したから、向こうはキラキラして、あなたのレンジのメールまでは控えていたが、いや、誰も来るんじゃない。私が一人で食べる。ああ、そうでございますか。あなた一人で、こんなにたくさんを召し上がりますかと言われた、その時の決まりの悪さ。もう真っ赤になって逃げ出しましたが、随分知らない時でこういうやりそうないがご覧ください。